皆さんこんにちはアタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは超集中状態ゾーンに入る方法です。 超集中状態ゾーンに入る方法というのはコラムでも書いてきたしその他の動画でも私話をしてるんですね。で今日はもう随分昔から何年も前からこのネタってやっててこの動画ではいつものネタを詳しく解説していきたいと思ってるんですね。 賛否両論なんですよ。あの難しいっていうこともあるし、なんでうまくその超集中状態になれないのか、そこがよくわかんないと言われたりとかするので、今日はもうちょっと踏み込んだ感じで話ができたらいいかなというふうに思っています。この動画最後まで見ることによって、超集中状態ゾーンというのはどういう状態なのか、 っていうこととをまず知るるここができるこれだけでもねすごく大きなことなんですよ。その状態がどういう状態なのかっていうことが分かんないとその状態に達してるかどうかっていうのは分からないですよね。目標を絶対達成っていって1億円の売上目標を達成してるかどうかっていうのは分かりやすいけれども例えばそうですね組織の中で積極的にやってるとかルールを徹底して守ってるっていう自分なりにやってるつもりなんだけどでも上司から「 いやもうちょっと積極的にやってほしいよねとかもうちょっと危機感持ってほしいとかもっとね徹底してやってほしいんだよって言われたら。いや,やって やっててますすけどとかねやってるつもりですみたいな感じになるじゃないですかどうやったらその積極的なのか主体的なのか危機感持ってるのかそして徹底してやってんのかとか非常に抽象的ですよねだから集中してますとか超集中状態になってましたって言われてもいやいやいやなってないってっていうふうに他の人から言われてしまったらなんかね残念な感じがするじゃないですかだから自分自身で検証できればいいですよね他人が分かるわけじゃないんで超集中状態ゾーンに入ってるかどうかっていうのは 自分がわかることなんですそれを今回は徹底してお話をしますなのでこの動画を最後まで見ることによって あなるほどその状態まで行けばいいんだっていうことが腹にストーンとわかるっていうことですねちなみにこの集中状態になるためのトレーニングの方法はこの概要欄にしっかり書いておきましたこれはかなり人気のあった反響のあった記事ですのでぜひ参考にしていただきたいと思います集中力っていうのは能力のことですからね必ずその能力っていうのは鍛えておかないといけないです 自分の筋肉筋力とか走る力走力であったりとかそういったものと一緒なので 筋力がないんだったら重いものを持ち上げることができません。走力がないんだったら早く走ることができないんですよ。どんなに状態を整えても。基本的には、その能力を磨くためのトレーニングは絶対に不可欠なんです。集中力を発揮しようと思っても、集中するための能力なので、集中力を発揮させるためのトレーニングっていうのは、日頃からやっておくべきですよと。じゃあ、そのトレーニングの仕方って何って言われたときに参考にしていただきたい記事はここにあるということです。ではですね、今からお話しする のは超集中状態とは何かそしてその状態に入った時にはどのような感覚を味わうのかそしてその超集中状態になるためのやり方っていうのはどんなやり方があるのかっていうことをお話し,していきたいと思いますそれではいきましょう超集中状態というのはね集中状態とは違うんですね超集中状態というわけですからこれは 心理学者の筑ンとミハイが名付けた「不老状態」っていうものがあるんです。「不老状態」。「不老状態に入っている」っていうのが、まあ、俗に言う「像に入っている」という言葉なんです。「像に入っている」というふうに表現します。これはね私も結構読んだかなという漫画「クロコのバスケット」というそういう漫画でかなり使われました。「像に入っている」。だからねスポーツ選手 アスリートとかだとかなり体験してるんじゃないかなというふうに思いますスポーツ選手だったらまず間違いなくどんな試合に臨む時でも、まあ、練習中でも間違いなく集中してると思うんですよだけどこの超集中状態になるっていうのはなかなかないわけですねここは必ず押さえておいてくださいですから皆さんビジネスにおいて普通に集中するっていうのは、ね、なかなか難しい気が散っちゃうんだよねとかねえついついネットサーフィンしちゃうんだよね仕事中にっていう人は まあそれは普通に集中した方がいいと思うんだけど、スポーツやってる人、練習中であったりとか、試合中であったりとか、ね、しかもものすごく重要な試合だったりすると、まあ、集中して当たり前じゃないですか、ね。気が散っちゃうんだよねとか、なんかついついスマホ見ちゃうんだよねって、そんなことありえないですよね、ビジネスではあっても。なので、スポーツ選手っていうのは、まあ、普通集中状態になることがとても多いんだけど、どんなスポーツ選手であったとしても、超集中状態、ゾーンに入る。 つまりフロー状態になるっていうのは、まあ、そう簡単なことではないということなんですねまず今から超集中状態ゾーンに入ってる状態とはどういう状態なのかということを簡単に解説していきますここねちょっと私こう見てる分だとホワイトボードはね何もないんですけどこうねディスプレイ上で見るとねまあ申し訳ないですねこう照明がこう入っちゃってるのでちょっと見づらいかもしれないんですけど私喋っていきますので皆さんねメモ取っていただけるといいかなというふうに思いますまずは されている感覚ですね 極めて高い集中力を発揮していて、研ぎ澄まされている状態。なんとなくわかりますよね。研ぎ澄まされている状態。じゃあその研ぎ澄まされている状態とはどういう状態なのかっていうことが、その後に書いてあります。時間が止まったような、時間感覚の歪みというのを感じるということです。時間というのは大きく分けると二つあって、一つは物理的時間と、もう一つは心理的時間なんですね。例えば、一時間っていう長さっていうのは、 物理的な時間でいうと、1時間は1時間であって、時間はすべての人に平等に与えられているわけです。私にとっても、なんだろう、日本の総理大臣にとっても、アメリカの大統領にとっても、10分は10分だし、1時間は1時間なんですよ。全く同じっていうことですね。しかし、同じ1時間なんだけど、その1時間、いろんなシチュエーションがありますよね。ものすごく長く感じるときもあれば、ものすごく短く感じるときもあるじゃないですか。これが心理的時間ということです。時間感覚の歪みを覚えるということはどういうことかっていうと、もうね、 止まったような感じになるわけですよ。従って、まあ1時間というよりも、1時間超集中状態に入るってことはまずちょっとありえませんので、本当に数秒であったりとか数分、そうだなぁ、5分も超集中状態に入ってしまうと、 ちょっときつい状態になっちゃうんじゃないかなと思いますね。精神的にちょっとおかしくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。ですから、例えば NBA、アメリカンバスケットボール、プロバスケットボールの試合とか見てて、まあ、まさにこう、最後タイムアップする、ほぼなんかね、直前みたいなそ、皆さん見たことありますかねバスケットボール。まあ、先ほどね、黒子のバスケっていう話をしましたけど、本当に秒単位なんですよ。漫画の大ヒットした漫画って言ったら、スラムダンクっていうね、漫画がありますけど、それももう本当にね、あの、クライマックスのシーン とかは5秒4秒3秒2秒っていうこの秒単位で試合が進みますよねであと2秒という時に3ポイントシュートを放ってそれが入るか入らないか入った後も 逆まあ、2秒だったら逆転できないか分かんないけどでも34秒だったら入った後にその後にもう,もう1回タイムしてであとの2秒ぐらいで試合をひっくり返すみたいなねそんなことも、まあ、ちょっとすみませんあの私素人なんでね適当なこと言ってますけどでも漫画を読んでるとかなんだろうそういう、ね、NBA とかねバスケットボールの試合を観戦してる側からするともうそれぐらいの息ですよはっきり言ってもう本当にあと数秒っていうところで大逆転するのでもう最後 最最後の最後ので,ですよねですからそういうことなのでたった3秒とか4秒なんだけどものすごくね止まったような感覚になるっていうことですねこうテレビ観戦してたりとか、うんね、そういう人ははっきり言ってあの感じないですよ2秒は2秒3秒は3秒だけどプレイをしているその選手たちはそう感じるわけですよだから漫画はたった3秒とか4秒のことに何コマも使うわけですよ何ページもえまだ <laughs> 2秒しか やってないのにもう 10, 10ページも漫画進んじゃったよってであと2秒っていうところでなんかね次のジャンプ買わないと読めないっていうことがあるわけでしょ、うん、なんでそうなるかっていうとその実際に試合を体験しているその選手の気持ちになってもらいたいもんだからね漫画家の人たちはそういうふうに描くわけですよ実際のプレーだったらね2秒は2秒だし3秒は3秒だし5秒は5秒なんですっていうことですね傍から見てるとそうなんだけどでも実際にやってる人からするとたかが5秒たかが5秒 たかが10秒たかが1分なんだけどものすごく長く感じるということですねこの時間感覚の歪みを覚えないんであれば超集中状態に入ってるとは思えないでそこは必ず押さえておいてほしいと思います、えー、3つ目は恍骨感とか多幸感つまりもうはーっていうはーっていう感じもうこれとね似てます5つ目12344つ目か4つ目痛みや苦しみからの解放っていうですからまああとで言いますけどこのね神経伝達物質のエンドルフィンいう っていうのがまあ脳に分泌されれるとそれね鎮痛みとか苦しみとかそういったものを感じられなくなっちゃうんですよ。私実際にそういうことが過去ありました。青年海外協力隊にいる時に、あの、ずっと私剣道やってたんですね。学生時代剣道やってて、で、青年海外協力隊に行くまで何年だろう。えっと、 6、7年ずっと剣道なんてやってなかったんですね。私が協力隊にいたのは24歳ですから、もう18、9ぐらいの時からやってませんので、なのでまあ6年、7年、5年、6年かな。まあそれぐらいの、まあ非常に長い期間やってないんですよ。だけど、向こうにいたその日系ペルー人の方がいて、グアテマラなんだけど日系ペルー人の方がいて、で、その方が剣道2段だったのかな。で、現地のグアテマラの人に対して剣道を教えてたんですよ。で、私呼ばれたんですね。剣道をやったんですね。あ、私も2段で。 すっって言って言だったらぜひね、えー、やりましょうっていうことでで防具をつけてで実際にやったんですよでももうものすごいブランクがあるわけです私も2段相手も2段だけどあまりにも私はブランクがあるわけですから正直言って相手になりませんよって私言ったんですけどいやでもね日本人の方と一緒に稽古できるっていうのは本当にないのでぜひお願いしますって言われてやったんですよ動けるんですよね体がね体がものすごく体が動いて結構ね互角の勝負だったんですよまあ2段だからね 正直言って剣道の二段って大したことないんですけどでもまあ剣道全然知らないグアテマラの人からするとそれは迫力がありますよ間近にねえ剣道二段同士が戦ったりするとおおっていうふ、えー、うに周りの人がねすごく興奮状態になってうわー盛り上がったんですけどグアテマラの人たちがこれが日本の武道かみたいな感じで侍だとかね将軍だとかまあ勘違いしてる人は忍者だとか言ってくる人がいたんですけどで 二三分かな、その練習っていうか、まあ、自稽古っていうんですけど、自稽古をやった後、深々と礼をして、で、正座をして、で、面を取って、で、コテを取って、で、まあ、歩き出したら、足の裏がね、めちゃくちゃ痛いんですよ。どうなったかっていうと、なんと、足のね、こう、裏があるでしょこの裏の、ここの皮の部分が、ベロンベロンにめくれたんですね。まあ、当然ですよね。五年、六年、ずっと剣道をやってなくって、で、突然やったわけですよ。やってた時なんていうのは、小学生の時らずっと 剣道私やっていたので足の裏なんてもう皮めっちゃくちゃ分厚いんですよこれやってた人は分かると思うんですよ剣道とか空手とかね柔道とかやってた方はまず間違いなく、まあ、12年で足の裏の皮はめっちゃくちゃ厚くなります、うん、カッチンカチンになると思うんですよねずーっと剣道なんてすり足やってますからドロはやってないでしょにもかかわらずそのように動くわけじゃないですかだから体がついてこないので足の裏の皮がベローンめくれて血,血がねもう道場というか体育館だったかな体幹 でででやったたと思うんんすすけど床に血がブワーついてたんですよだから集まってたグアテマラの人たちがみんな悲鳴上げてうわーってなったんですよでその3分間ぐらいの自稽古の最中気づかなかったかっていうと全く気付かないですなぜかっていうとゾーンに入ってたから。 私自身は。久しぶりの剣道だったんで、まあ、まさにこの甲骨感とか多幸感。もう、まさに時間感覚の歪みとかも覚えましたね。2、3分とはとても思えないぐらい非常に長い時間。だから今私は50歳過ぎてますので、25年ぐらい前の話ですよ。未だに覚えてます。そのことのことは。鮮明に覚えてます。それぐらい長い時間、その日系ベルー人の彼と戦ってたと思うんですよね。もうほんとゾーンに入ってた。だから、とても長い時間を過ごしたような感覚で、とて ででもね幸せな感じだったんですよ久しぶりにね剣道をやってしかもね体がめちゃめちゃ動いたんですよねいや意外と剣道自分まだ覚えてるし動けるじゃんとで相手のねこう体の動きとか市内の動きとかをこう見切るわけですよでもうぶつかってぶつかって互角の戦いだから、まあ、一方的にやられちゃったらねあのゾーンに入れなかったんですけどもうかなりね互角に戦えたもんだからめちゃくちゃ楽しかったんですよねめちゃくちゃ幸せでしたで終わった後にふわ あーなってて、いや、もう最高だったみたいなね、そういう感じだったんですけど、もちろん、相手からも、ね、かなり叩かれてますから、まあ、このあたりとか、もちろん面、面はね、あの防具で防いではいても、やっぱり防具を取った後って結構痛いんですよね、体中が、うん、叩かれてますから、でも、まあ、やってる最中は、もうこういう状態になってるので、痛い、痛ったたたたなんて、そうこと思えないですよ。<laughs> っていうことなんですよね。だから これ終わった後にそれだけの、なんだろう、怪我をしてる、負傷してるとは全く思わなくって、そのね、足の裏の怪我が治るまで、多分ね、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいかかりましたよ。その後ずっと松葉杖だったか、まあ、とにかく普通、まともに歩けないです。あの車椅子までは行かなかったですけどね。ですけど、もうだって足の裏の皮が全部ベロンってめくれましたから、ベローンですよ。もう全然だって鍛えてないですもんね。うん とということで,す、ね、で、すね短時間で適切な判断ができるっていうのは、まあ、さっきの私の剣道で言うとそうですよね。だからもう本当に2秒、3秒、ちょっと相手のね、しねがくっと動いただけで、パっとこっちが動くっていう、まあそういうもんですよ。だからまあちょっと分かりやすいですよね。剣道だったり、例え話にしたバスケットボールでやったりとか、本当にちょっとしたそのプレイヤーの動きで、こっちがね、どう判断すればいいか、こっちに動いたらいいのか、こっち側に動いたほがいいのかとかね、いろいろ皆さんやられると思うんですよ。なののでこの辺り,、ねこの辺りが まあまあ、実現されればあ今は超集中状態にになっってているるゾーンに入ってるんだっていいいうに思えばいいわけですだからビジネス上でこういう状態になるってことはめったにないってことは分かりますよねただとてつもないプレッシャーを感じたりとかだからなんだろうあの明日までに絶対にこの提案書を作らなくちゃいけないとするじゃないですかでも 徹夜して作ったとしても、まず間違いなく間に合わないだろうなと。でも、諦めるわけにはいかない。ですから、1時間の仕事を大体10分か15分ぐらいで仕上げていって、ようやく明日の7時半、朝の7時半ぐらいに終わるぐらいのペース、それぐらいのペースで仕事しないとできないなと思ったとするじゃないですか。でも絶対 実際にやらなくちゃいけないとしますよね。それをやらないと、とてつもなくお客様に迷惑をかけるだったりとか、そういう時って皆さんありますか私は日立製作所にいた時に、まあシステムエンジニアだったんですね。お客様の、ね、要件通りにシステム設計して開発して、で、例えば11月の頭から、そのシステムがね稼働するとするじゃないですか。そうすると10月末の、しかもその10月末が週末だとすると、週末にお客様のコンピュータールームに入 で朝までちゃんと稼働するのかも徹底的に、まあ、テストする、まあ、その直前に、ね、あのテストするってことは滅多にないんですけどただ過去あったのは、まあ、滅多にないですよ滅多にないんですけど直前にトラブルが発生するとでも月曜日から11月の頭からお客様のところ例えばお客様が例えば1000人とか5000人いるとするじゃないですか全員が使いますこのシステムをっていうだけど10月の末の時点でトラブルが発生したとそのトラブルの発生原因が全くわからない ない状態で私とか私と同僚とかがそのお客様のコンピュータルームに入って何としてもやれと何としてもその11月頭の朝までに絶対 絶対に解決しろこの問題を解決しろって、ね、上司から言われたらもうゾーンに入りますってまあ何やっても無理ですよねなんて言ってられないですもう徹底して原因をね究明してでその問題を解決しないといけないってなるじゃないですかもうどんなにやっても無理だよねじゃないですもう徹底的にやりますだからもう前日のね夜7時ぐらいから朝の7時ぐらいって言ったらもうほぼ12時間ぐらいじゃないですか12時間ぶっ通しもうトイレにも入らないもちろん食事とかね睡眠なんて全くない状態で徹底的に調べて で、朝方5時とか6時になって、これだ、問題は。ようやく分かったって言って、そこで、で、解決したとするじゃないですか。そしたら、その時の恍惚感とかね、多幸感とか、もうやりきった感っていうのは、半端ないっすよ。で、その時に、一緒にいた同僚がね、1人、2人いるとするじゃないですか、3人いたとするじゃないですか。そりゃね、なんだろう、生涯の友みたいな感じになりますよ。もうその修羅場をね、くぐり抜けたっていう感じですから。だから、一緒になって、ゾーンに入る。 っていうのは、なんかね、まあ、なんか例えもないような感じですよね。ですから、一緒に、あの、しらば、くぐり抜けたよなとかね、そういうのって、ね、なんか、そういう経験がある人って、わかると思うんですけど。そういうものなんですね。だから、超集中状態っていうのは、なんとなくわかっていただければいいんですよ。ですから、集中状態になるっていうのも、まあ、ここまではいかないんだけど。でも、相当、自分自身で感情のコントロールができるようになってないと、集中しているとは呼ばない、ということは、必ず覚えておいていたい。 いいたただきたいと思うんで,す、ね、で皆さんにお伝えしたいのはあり方なんでですよねであり方っていうのは体験しないことには自分の体で感覚を味わない限りはそのあり方っていうのは分かりませんなのでそのあり方を体験もしていないのにやり方を見つけようとしてもどうしようもないっていうことなんですよねだから上司が部下を指導するときに表現は悪いですけどそこをね体験させないからだからだからだから分なりに超集中状態になってるらだから なんですけどって言っても「いやいやこのような状態になってないじゃん」 って言っても本人は分かんないわけですよなったことがないからななったことがないんだったら、まあ、一変そうさせるってことですね一変そうさせるちょっと修羅場くぐろか一緒にっていう、うん、修羅場を味わわせるよっていう、まあ、そうすれば分かるからさっていうことですね、うん、そうやってやっぱり人って成長していくものだと思うんですよあの本当にもうどう考えたって無理っていうことって多分ねこれを見てる方もあると思うんですよもう絶対これ無理だなとかさっきの話もそうじゃないですかもうあと4秒ぐらいしかねなくって で試合2点差だと、まあ、確かに3ポイントシュートを決めれば逆転できるんだけどあと4秒しかないわけですよそしたら、まあ、ちょっとお手上げみたいな感じになるかもしれないんだけどこの4秒間を有効活用してだって早くシュートを打って。 3ポイントトシューーを決めました1点リードけれども、2秒半ぐらい残ってたら逆転される可能性があるわけですよ、だから有効利用して、この4秒間を有効利用して、3ポイントシュートをしかも決めると、それって相当なことじゃないですか、相当な、ね、冷静な判断ができないとできないですよね、ビジネスにおいてもそうなんですよ、まあ私どもは絶対達成のコンサルタントなんですよね、目標絶対達成って言われたって無理じゃないですか。 っていう風に言われることが多いんですけどでもそれを不可能だと思っているものを可能にさせたりするわけですねそうするとまず間違いなくそのプロセスにおいて何回かはゾーンに入るんですよゾーンに入らないんだったらはっきり言います目標が低かったと思ってくださいうん目標が低かったもう追い込まれて追い込まれてもう正直言って吐きそうになる っていう感じもうなんかもうほんと吐きそうになるギリギリの状態を乗り越えるわけですよ。そうすることによってストレス耐性っていうのは上がっていくものじゃないですか。でしょなのでそれを実際のビジネスにおいて味合わせるっていうのは、まあ、昔ね昭和の時代はあったんだけどでも今なかなか難しいので日頃のトレーニングによってそれをやっていただけるといいかなというふうに思いますのでそこはねあの私の記事とかを参考にしていただいてご自身でトレーニングをされた方がいいと思います。で、まあ、最後 簡単ににに超集中状態に入るためにはどうすればいいかという話をねしたいと思うんですけど、まあ、ちょっと無理だなっていうその行動の量を自分自身で決めてロックするということがとても重要ですですから例えば見積もり資料を作るまあそれって大体自分のこれまでの感覚で言うとアベレージで30分ぐらいかなとするじゃないですかだったら私だったらですよ私だったら1時間で10個ぐらいの見積もり資料を作るっていうふうにやりますね そうすると、1時間で10個だったら、60分で10個なので、1つ6分ぐらいですよね。1つ6分ぐらい。自分の感覚で言うと30分かかるものを、1個1個6分で仕上げなくちゃいけないってことですね。えっと、いや、それって物理的に無理じゃないですかっていうんであれば、あまあいっぺんやってみたらってことですね。おそらく私だったら、30分かかるなと思うものを、最初やったら15分ぐらいかかる。だけど、15分アベリーじゃなくって、そこがどん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 研ぎ澄まされていきますので、15分、その次は10分。 その次が6分その次が5分とかね4分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 ,4分ぐらいでやってなんとか1時間で10個の見積もり書を作るみたいなね、うん、そういうふうになると思いますもうとてつもなく自分自身を追い込んででやると最初のうちはゾーンに入らないんですけど最後の方はかなり追い込まれますのでゾーンに入っていくんじゃないかなっていうふうに思うんですねでゾーンに入ることによってとんでもないアイデアが出てきたりします今まででのやり方では絶対 全体にううまくいいかないと思うわけですよ今までのやり方だから30分かかるってことなんですよ。だけど、今までのやり方では全然違う方法で作る。例えばですよ、それがいいかどうかは別にして、手書きにするでもいいじゃないですか、はっきり。バーって手書きでやるってこともありますね。そのなんかこうやってね、資料を作るっていうのはこれだけ時間がかかるんですよ。いや、手書きでやるってこともあるじゃんみたいなこともあるかもしれないじゃないですか。作ったものをね、例えば印刷して、で、なんか変えなくちゃいけないものだけ、修正ペンか何かでやって、で、手書きで変えるってこともあるじゃないですか。えそんな 反則じゃんじゃなくって追い込まれたら一体どういうねアイデアが出てくるかっていうことが重要なんですよ。それがいいかどうかは別にしてほぼ反則じゃんかとかえそれって本当にいいわけっていうようなアイデアが出てきて初めてゾウに入ってると思っていただきたいんですよ。でゾーンに入ることを何度も繰り返さない限りやっぱりね革新的なアイデアなんて出てこないです。これまでのやり方を根本的に変えるそういう アイデアとかそういったものがね出てきやすくなるんでゾーンに入るとこれがねすごくいいことだと思いますですからゾーンに入るためにはもうどう考えても無理だ っていうような行動量を設定して、で、もちろん絶対にやりきるんですよ。絶対にやりきっていただきたいっていうことです。で、それでもうまくいかないんであれば、多分能力が低いんで、ですからトレーニングが必要だってことです。どうしてもできないっていうんであれば、それはだってね、あの、重いものを持ち上げられないっていうのと一緒で、そもそも筋肉が足りないんでしょっていうことですね。え、集中力を発揮させるための力がないっていうことなんですよね。で、その状態でやっちゃうと、それはプチンって切れちゃいますよ。あまりにもプレッシャーかけられちゃうと。だから、筋力がないにもかかわらず、重い、 ものをガーンと持とうとすると大きがしますよね。だから。 集中力を発揮全然できないような人に凄まじいプレッシャーをかけたらそれはうまくいかないですよもうバーンアウトバーンっていっちゃいますうん精神的に本当にね壊れちゃうってことがありますねそれはその人の能力が足りないからですよ日頃からトレーニングしていないっていうことなのかまあそれ以外のね先天的なものがあるかもしれないんですけどそこは必ずどこに問題点があるかっていうことは必ず確認していただきたいなというふうに思います、えー、本日のテーマは超集中状態ゾーンに入る方法でした えー、この動画いかがだったでしょうかそしてぜひ皆さんにはね余罪管理大学に入学していただきたいと思います入学の方法は簡単ですこの YouTube チャンネルに登録するだけですポチッと押すだけで皆さん余罪管理大学の学生になることができますそしてこの動画気に入った参考になったっていう方はぜひ高評価ボタンもよろしくお願いしますまた皆さんお会いしましょう本日はありがとうございました